今回は天魔の古城第7の間やっていきます。で、ギミックは、転送壁か。転送壁と、ウィンドだけで属性効果、超絶アップ、効果アップ、弱点移動か。というわけで編成は、まあ、転送壁持ってる貴族生ってこれぐらいしかいないんで、これ削っていきます。あぶね、フレンドに、エビ天娘いてよかった。いや、これでもまたエビ天接待だったら、私泣くんですけど。あぶね、よかった、激襲。確かこれって、そうね、貫通だから、貫通、そうね、弱点移動してから移動させろよ。だから、これじゃあどうやっていくの？はい。こう打って、は？なるほど。あっちにずっと移動し続けるのか。多分、ずっと蘇生かな？はいはいはい。ってことは、やってほしいことは結局、これもしかして、ここに、これからあっちに移動するとか、そういう、いや、そんなことはないでしょ。あ、いい。はいはいはい。しかもヒットポイント共有か。で、今多分ね、靴底に移動するんですけど、おそらく。まあ、それを無理やり叩き潰したみたいな感じですね。転送壁は、まあ、結構いるな。だから多分これをこのままやっちゃうと、そうね、移動するわ。まあ、無理やりねじ込んだけど。どう考えてもこれエビ天じゃないの？エビ天どうだっけ？カウンターキラー、無属性さえ、超アクセル、でも、SS の貫通化がちょっと、あれかな。だから、ここを、ちょっと待って。これ加速して、はい。あそこの間に挟まれよか。ちなみにこれ全部倒しちゃうとどうなっちゃうんだろう。ってことは、やっぱり、座高移動させてから、しかもこれ、あいつ先に倒してからじゃないと挟まれないんでしょ？から、よし、OK。で、こうです。でもこれ多分、靴だこ蘇生するかな。いや、出てくる邪魔くせえ。いや、でも、ピリカなしゲーと比べたらものすごく天国よ。靴だこ拾って、あいや挟まりでしょ？はい、はい、はい。まあ、ミスっちゃったけど。まあ、でもそれなりに、というか別にこれもいらないな、多分。無理やりねじ込めばなんとかなるでしょ？あとはこれあれだな。こういうなんか数字の判定がよくわかんねえやつって判定がよくわかんないんだよな。はい。うん。オッケーオッケー。倒せました。弱点効果もアップしてんだっけ？してるね。で、捨てに来ました。っていうかもう最近はもうなんかギミックガチガチで適性そんなにブレることないから、最初から紋章使っちゃってもいいかな。いいよね。まあ移動、同時処理かな。はい。移動して内部弱点。こいつはどうなんだろう。そしたら横間で上がっていく。はい。いやー、硬いなー。でも互い蘇生というわけじゃないのか。じゃあ、シュブニグラスってどうやっけ？水耐性 M と短縮チャージか。まあ、多分これ縦間でいいかな。そうじゃないとちょっと狙える自信がない。オッケーオッケー。いやでも意外とこれバッハの友情効いてるな。遊撃にしてたの大失敗かなと思って。そっか。ヒットポイント共有か。でも6ターンあるから割と、なんとかなるでしょ、こんなの。はい。で、これ打って移動する。はい。はい。だからあとはエビ天で挟まってオッケー。そうね、ここはだからここで、はい。で、こう打ってバウンドして、よし、OK。いや、すげえ気が楽。ボス戦で多分、はちゃめちゃになるような予感しかしないけど、今のところは私すごい気が楽ね。はい。で、バッハタイム終わってるけど、まあまあまあ、なんとかなりました。いや、でも全体的になんかワンパンできなさそうな雰囲気しかしないんだよなー、これ。で、これも多分ヒットポイント。そうね。だから、拾って反射になってあそこの間挟まれよう。やべ。いや、こういうミスがまずいのよな。しかも次は、バッハこれ何ターンだっけ。8ターンか。そうよね、倒しちゃう。だからこれを、これを8ターンで使っちゃうか。はい。うまいこと言ったら多分これ斜め、割と雑打ち斜めで、間入る気がするんですけど、入らないかな。入んないかな。ほら、入るぞ、入るぞ。ほーら、入った。もうバッハパワー全開よ。
このまま行って、なんであそこの間挟まれよう。でもルートは？あー、なるほど。こういう風にずらしてくれるの。ありがてえ。今までのさっきのピリカのゲームは何だったんだい？はい。じゃあ、いたしまって。あー、楽ちん、楽ちん。呼び出されて、まあ、あと3ターンだけど、3ターンあったらこんなもん削り切れるでしょ。あー、これヒットストップ起きねえかな、ハートの。はいはい。あー、そうね。3ターンあったらこれぐらい、あー、すげえ削り切れる。楽楽、これすげえ楽だわ。まあ、最適キャラほぼほぼ積み積みだから言ってることだけど。で、次は、チューニングラスどうすっかな。 SS 使うんじゃなくて、さあ、あとはここどういう弱点移動してくるかね。まあ、運営さんって上から目線だから、まあ上から下に来るでしょ。内弱、友情出す。はい。まあ、どうせ運営さん、ほら、上から目線、上から目線。ね？言ったでしょ？運営さん上から目線で26の奥から何にも変わってない。そしたら、やべ、怒られないかな。だから多分これは、これ倒して、はい。うん、まあ倒して殴って、そうね、上移動してくるから、多分それで間挟まるよね。ってことは、あ、ここはザコとか何も出ないんだ。あ、じゃあこれと普通にこう言って、はい。あー、ちょっとこれ、あれだな、反射みたいにちゃんと、綺麗な立て感しないとダメかもしれない。やべ、これ蘇生しそう、なんか。やっぱり！で、あと4ターン蘇生だから、いやー、これちょっとそしたら、画面外のあいつがなんか蘇生してるっぽいからな。いや、まずい！今の入れ版はちょっとまずいな。で、これちょっと SS 自強化入るっけ？うわー、自強化ないか。そうね、これとりあえずこうやって、そろそろちょっときつめになってきたな。で、これも、いやー、倒しきれないかー、これ。で、これ弱点移動させないとマジで無理だからな。パック使ってもちょっときついし、まあ、弱点移動しての弱点ちょちょいと殴って、はい。あ、やべ、これ、移動する前に死んじゃったな。SS どうだろう、これ。あ、なんか持ってたっけ？うわー、底力 EL でしょ？まあ、とりあえずこれパックいる。一反射の一バウンドか。またこれ蘇生するからな。これターンがマジでミスったな。一番最初に来てほしいのがエビ天娘だね、これ。はい。まあでも雰囲気渡したら多分次でいけんじゃないのかな。あ、これ多分殴っても。届かないか。エビ天娘 SS。そうだもんね。まあこれはちょっと負けだわ。よし、OK。で、とりあえず、まあいろいろ紋章つけて帰ってきました。だからこれどれだけ早く打てるかだね。本当に。だからこう打って、バウンドして入ってくってことでしょ？はい。いやでもやってて思う、やってて思うけど、ここのステージ、ほら SS ターン見るとわかるけど、全然溜まってないっすよね。なんかすげえサクサク進む。なんかうまいこと行きすぎて。だからここを移動して、うわーバッハの SS をなー、うまいこと、さっさとやっときたいんですよね。SS 使ってさっさとこれ弱点移動させないと、貫通連続2体にした方が結構楽かなー、これ。SS 使って、はい。見てらっしゃい。ただ、はいはい。で、移動させる。うまいことカンカンしないと削れないけど、なんか雰囲気的にちょっと、おー、いい感じ、いい感じ。さあ、これで2ターンあるから、この2ターンの間に全てを終わらせたいな。だから SS もそれ使っちゃって、割と雑打ちでも結構削れそうな気がするんですよね。いけないかな。ほら！あ、これあれか、そのまま上カンカンか。斜めにぶち込めばいいだけの簡単なお仕事か。で、SS は結局僕雑魚処理で、もう、一応 SS、結局これ使ったところでよね。SS、バッハ溜まってないんですけど、まず。そうね、SS 使っても結局入れる未来あんまり見えないから、はい。で、友情比較的出した方が結構削り強いと思うんだけど、どうなんだろうこれ。意外と友情すごいからさ、木の枝で2本ババババって削れないかな。あー、微妙か。で、結局即死8だから、即死8だと、2回行動、あー、ダメだ、SS 溜まんねえや。じゃあもうここは、ねじ込んで、靴壁の下バウンドで、うまいことこれ、ヒットストップ入ってくれると楽なんだけどな。はい。
いやーダメか、これちょっと失敗した。よし、危ねえ。割ともうこれもう、なんかすげえ雑。私の立ち回りクソ雑になってるな。まあそこはちょっと6の間が大変地獄だったということで許してください。そしたら、うわーこれも悩むなー。どういう動きだろう。上から目線かなー。いやでもなんか上から目線のイメージちょっとないんだ。さっき上から目線で怒ったから、今度は左上右な、ちょっと、あーすいませんって言いつつも内心は、なんか、こっち見下してるみたいな。だから左だと予想します。ん？あー右か！右かー！なるほどね。右から見下してきて、で、ちょっと見上げて、上から見下ろしてきて。はいはいはい。まあ、ちょっとこれ遅延かけるか。一応パックどうせ使ってもいつ使っても変わんないから、まあ貫通になっといて暴れればもうそれで。いやー、ちょっとこれ友情で倒したら一番困るな。はい。死なれる前に弱点移動はさせないと、そうね。はい、移動させました。OK。結構時間かかっちゃったな。で、多分下に弱点が出てくるから、OK。そしたら、はい。いや、もうこれいけるでしょ。あ、ちょろー！やっぱちょろちょろやね、この人！